佐山悟30歳。彼が1985年リングを去って早3年が過ぎようとしている。一体この3年という歳月は彼にとっていかなる意味を持っていたのか。それはプロデビュー以来13年彼が追い求め続けた真の格闘技の理想像、シューティングの具体的実現に要した時間と言えないだろうか。また格闘技の天才と謳われた栄光を捨て去り、全てを白紙の状態に置き、シューティングをスポーツとして普遍化する基盤作りに要した時間と言えないだろうか。佐山はシューティングを始めるに際して格闘技の原点について考えた。戦いの極限とは何か。戦場において全ての武器を放棄せざるを得なかった敵味方が対峙した時、いかなる戦いがそこに展開されるのか。命を懸けた戦い、その戦いの結末は生か死である。この極限状態に最も自然に近い戦いの再現、つまり日本古来からの武道精神を受け継いだものをスポーツとして普遍化できないか。佐山はこの壮大なる理想へ妥協のない戦いを挑んだ。来たぞ。シューティングは最も危険な戦いであるがゆえに最も厳しいルールが必要である。佐山はルール作りから着手した。と同時に危険な戦いに頼る屈強な肉体と精神を持った選手の育成にも全力を尽くしていった。しかしそれはまさに生みの苦しみ。ルール作りも選手の育成も、そしてシューティングを確立するための組織や制度の整備も思うようにははかどらなかった。1987年9月に行われた第3クールの公開試合を見た佐山は、技術的にはともかく選手のシューティングに対する最も大切とされるべき基本精神が確立されていないことを痛感した。本物の真剣勝負とは何か、そしてその最高峰を目指す精神とは何かを徹底した訓練によって鍛え上げる大改革を実施した。1988年夏、信州上田および菅平において4泊5日の夏季合宿が行われた。テーマはリラックス。試合に際して力みすぎて実力を発揮しきれないことを想定し、いわゆる肩の力を抜くことを覚えさせるためである。ワンツースリーフォーまでだね。ワンツースリーフォーフックでしょ。入った、ガード席があったから。よっしゃ。そうそうそう、まだ後ろに下がる。後ろに下がるのは蹴った後このままこうが、蹴った後こんななってどうするんだろう。蹴った後しっかりパーンと、パーン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 、こういう風になってこないと。軸足をこう持ってこない、蹴った。そう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 。まだここが力が、力が、ガードがなってない、ガードが。はい、ガードが。そうそうそう、もっと内側に入ってくるんでしょ。腰切るんだろ、ここから。はい。よし、よし、よし、もっと力抜いて。はい。シューティングは
打撃、それから投げ、それから関節という全て揃っている格闘技なんですけども、打撃あり、投げあり、決めありという分かれている格闘技ではないんです。それを全て複雑に交差させているような格闘技です。まず打撃あり、といいますと打ち合うポジションで、攻撃しちゃいますね。こういう打ち合うポジションで打撃をしちゃうわけですけども、今度は無視してやってみましょう。これもシューティングのルールです。普通に打ち合いを打つ必要もないわけですね。次に蹴りを出していきたいと思います。これも、まず打ち合いからやってみたいと思いますね。そういうふうに打ち合いのスポーツ。次はこの蹴りもですね、遠慮なく取ってもいいということです。遠慮なく捕まえて、それから膝蹴りなり曲げなりして捕まえてもいいということです。これらが全て交わっていると、今までの格闘技というか戦いのセオリーというものを全て廃止して、真っ白の状態から、格闘技を行っていくというのがシューティングの正しい見方だと思います。キックを紹介します。蹴りといいましても、まっすぐ入ったり外から入ったり、斜めから入ったり横から入ったり上から入ったり、いろんなキックがあるんですけども、まず代表的なキックを出します。まずまっすぐ入って最短距離を入って一番早くタイミングで打つ蹴りです。次に今度はちょっと蹴りは遅くなりますけども、目線を外して横から入る蹴りです。次にローリングスバットといいまして、バックしてそのまま正面から相手の肝臓を狙う蹴りですね。入り方が非常に難しい蹴りです。次にバックをして回し蹴り、目線を外していくという蹴りですね。一回フェイントをかけていきます。という蹴りですね。あとシューティングは顔面の膝蹴り、ボディの膝蹴り、両方が用意されてまして、いろんなのを基準にしてまとめて全ての蹴りが使えるということです。逆十字の変形です。それで普通逆十字こっちが背中になってるんですけども、これはうまい具合に、攻めてる相手を足で絡めて逆十字に取ってる。これ裏逆十字のまた変形でございます。この肘が決まってます。この股によってこの肘を決めてこっちの方にやると肘
がストレートに決まってしまうという技です。よし、1本。この技は膝十字という技で、膝を関節器を含めています。膝関節は膝をまっすぐにしましても、こちらにはもう乗り切りませんから、その乗り切りのない方向にこのままこっちで絞り、こっちで押し、足を決めてるわけです。相手の足は完全にストレートになっております。よし、ポン。これは三角締めという技です。正面から取ってる三角締めですけども、結果的には相手の腕があります。ここに相手は自分の肩で自分自身の頸動脈を締めざるを得なくなってるわけです。ここで締めている状態です。頸動脈締めと三角の足の形をして頸動脈を締めている技です。これは、オーソドックスな逆十字固めです。この技はこの肘を伸ばすことによって決まる技です。こちらで押さえて体で跳ね、腰を上げ、膝を締めて決まる技です。あ、よし、1本。この技はアキレス腱固めという技でして、自分の手の骨の腱ですね、ここカミソリみたいなところがあります。2種類あります。こことここにあります。ここで相手のアキレス腱を締め付けてる技です。これはテコになってるんですけども、ここを押してこちらを締め付け、ここを出して、これでアキレス腱を締め付けてる技です。これは、頑張ってるとアキレスを切る恐れのある技です。この技はオーソドックスな技でチキンウィングアームロックという技です。ちょうど鳥がこう羽ばたいてるような感じで相手になってますね。こういう風な形になってて、肘が決まり、肩が決まり、また手首を注目してほしいんですけども、手首も利用してこれを決めてるというオーソドックスな技です。次にそれにチキンウィングからひねりを加えます。約120度のひねりに相手の腕が120度になって、こういう風なひねりを加えますと今度は、またこっち側の腕とか肩が決まるわけです。次にストレートアームロックです。ストレートに腕を伸ばします。先ほどの逆十字は体全体を使ってありましたけども、これは腕によってこのクラッチによってこの肘を決めてやっています。次にこれは V1 という技ですけども、 V という字の中に1が一つ入ってますね。これはこちら側の反対側の手でこの肘を決めてあげるという手です。次にその V1 の状態からこういう状態に持ってきます。これはピローアームロックといいまして、枕を作ってやって、しかもこちら側に腕をこちら側に持っていって、肘、肩、首を決めてる技です。はい、次にそのまま柔道の袈裟固めに入りまして、これは V クロスという技です。足のこちらの技ですね、足の部位と手の部位がクロスして、相手の肘、肩を決め、これは後頭部の方を相手を持ち上げ、決めるという技です。 V クロスです。次に今度はテレフォンという関節技です。ちょうど電話をかけているような形で、相手の肘に耳を持っていき、テコにして、この手で相手の手を引っ掛けて、こちら側に外側にやると相手の肘が決まるという技です。次に、これは三角締めです。手による三角締めです。手のこの先ほどの腱の部分ですね、アキレス腱で使った腱の部分を頸動脈に、持っていき、そのまま体を押さえるとちょうど頸動脈締めになるという技です。次にこれもオーソドックスな逆十字固めの入り方で、今逆十字を取ったところです。1988年9月11日、後楽園ホールにおける第6クール公開試合。大会に先立ちまして、中東協会会長、宮田優吾に大会の、ご来場いただきまして、誠にありがとうございます。このシューティングというスポーツは、佐山悟率いるところのスポーツでございますけれども、まだ皆様には
目新しいでもございましょうと思います。いろいろ世の中にスポーツという格闘技ございますけども、いろいろなスポーツを集大成した、もので非常に激しいスポーツだと思います。まあ、皆さんの中には狭山イコールまだプロレスというような感覚の方もおられるかも分かりませんけども、全く異質なものでございました。ただ先週一度真剣に真のスポーツ、本物のスポーツを皆様に見ていただこうというように思っておりますので、最後までご声援を願いたいと思います。何とか一つこのスポーツを世の中に広めていきたいと、協会とも思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。続きまして、州都協会代表狭山悟より本大会のルール説明を行います。まずお互いに向かい合います。パンチ、グローブつけてますから、ナックルの部分で、パンチを捉えることができます。これでノックアウトさせても、もしくはダウンしても、攻めてもいいというルールです。ボクシングのように、ワン、ツーというカウント入りません。そのまま関節に持っていっていいということが言えます。それからあと下になった場合に、こういうふうなグラウンド状態がありましたけども、グラウンド状態の時には打撃技、例えばこういうこのここからバーンと蹴りますね。よくありますね、こういうのね。こういうふうに顔面を蹴飛ばしたりとか、ボディを蹴飛ばしたりとか、これ八百長ではありませんから、八百長っていう、八百長は失礼、ごめんなさい、今の訂正。昨今私もやってましたけども、顔面当てたら倒れるとか、顔面当てて倒れたりするとかですね。だからローキックにしても、こういうふうな、これは音が出ても普通倒れるんですけども、これはポイントに入りません。やっぱりしっかりこうローが素手で入るようなローがポイントになったりとか、あとバックキックにしても、いくら顔面に入っても倒れなきゃしょうがないというのがバックキックです。それから今回のルールですけども、倒れた場合に今回から、寝技で膝蹴りを許可しました。例えばこういう風な状態になっていると思いっきり膝蹴りを持っていっていいという風に、許可しました。顔面の膝蹴りはまだ今のところやりません。寝技のポイントですけども3種類に分けました。ローポイント、ミドルポイント、ハイポイントというふうに3種類に分けまして、ローポイントというのが、ゼロポイントですね。ローポイントは、入って何もなくて、今ぐらい倒れちゃうとこれがハイポイントですけども、寝技が 入ってこうダダダダと何にもポイントのない倒れ方、これが3秒間です。ワン、ツー、スリー、この3秒間で立ち上がります。で今度は柔道の今みたいな技あり以下のやつですね。技あり以下のやつはこれは20秒間です。それからあと柔道の1本以上ですね、大きく投げた、大きく入った場合にはこれがハイポイントとして、これは30秒間寝技があります。それから寝技が決まった状態の時、今までのルールですとこう入った時に、30秒のままで、技が途中で止まっちゃう状態がありますので、それを防止するためにこうなった場合キャッチと呼びます。キャッチ、キャッチをした時には、20秒間延長になります。リミットが来ても。であとオールモーソというのがありまして、完全に入った場合ですね、関節技が完全に入った場合には、これは永遠に延長です。そのまま決まるまで、決まるか外れるまで延長いたします。時間は3分、2ラウンドから今日は5ラウンドまであります。多分どういう試合をやってくれるか僕も今から非常に楽しみですけども、完全な真剣勝負です。普通のスポーツです。
シューティング、あとよろしくお願いいたします。本日の第1試合は安藤選手に怪我のため清水選手の選手が行います。シューティングは首を絞めてもよしよし、はい、ハイポイントが入りました。30秒間です。ナイス。2ラウンドですからこの試合で終了です。おっとよし、おナイスタックル、よしミドル、ミドルポイント20秒です。よし、よし、ハイポイントです。30秒です。今三角締めになってます。キャッチです。20秒間延長になります。オールモーソー、オールモーソー永遠に延長します。どうか無理しないで。打撃対レスリングの試合です。ブルーの選手は、レスリングと関節技の得意な選手です。キャッチ、首締めのキャッチが入りました。20秒間延長になります。ナイスタックル。2ラウンドですから最終ラウンドです。スタンド、キャッチなし。タックルの有効性を取りました。朝日の勝ちです。レディーゴー。お、ナイス。スリーパーホールドによる、一本勝ちです。サバス選手一本勝ちです。引きずり込んで関節に持ち込みます。ロー。よし。ミドルポイントです。20秒。で関節が行われます。うまい。スリッパーが入ってますでしょうか。オールモースね。一本勝ちですか。何？一本。よし、一本勝ちです。瞬間的に、組み締めが入りました。スリッパーホールドの一本勝ちです。ユノーテスの一本勝ちです。うまいうまいうまい、ナイスだね。ナイス。はい、足場でございます。20秒間あうまい。ローポイント、キックを使いながらローポイントです。レッドゾーン、次回の方です。
聞いた。ナイス。天才的だな。お、入るぞ入るぞ入るぞ。キャッチ。はい、ゴングです。キャッチ。足関節。膝関節。オールモス。オールモスト。オールモスト取りました。キレス剣固めのキャッチです。ゴングスタジオラウンド終わりました。はい、赤井藤選手の勝ちです。クラッチ見てね。ああ、取ってみた。やったー、キャッチ。おー、すごい。キャッチしました。足関節キャッチです。20秒間膝の十字固めです。一本、膝十字固めによる一本勝ち、神瀬翔です。
ではタイムリーデモンストレーションやらせてもらいます。まず最初に打撃と投げと決めというのがあります、シューティングには。でも最終的にはこれもうご覧の通り関節を決めていくらのスポーツです。まず最初蹴りはこういう練習からします。よく見られてると思いますけども、あとローリングストバット、プロレスの世界でもありますね。ローリングストバット私やってました。顎にちょんとかすってひっくり返るのもそれもいいことですけども、さっきの試合ありましたね、なんか関節の得意な選手がわざと来るのありましたけど、これは肝臓を狙うものです。肝臓をかかとで持ってきます。ローリングストバットもいろいろ開発しまして、ローリングストバット88、シューティングの違う点といいますと、例えば打撃を行いますよね。打撃の前で試合を行った場合、これは、パンチキック非常に有効なわけです。世界ですと打ち合いという状況があるわけなんです。これがですね、シューティングは中に入ってもいいんですね。中に入るべきスポーツですね。ですから中に入るときに大体打ち合うということが、もう打ち合うということがこういう風になってしまうわけです。これで半分レスリングをしなければならない、しなければならないというのがシューティングです。私はですよ、私が考えるにはこれが本当の格闘技ではないかなと、本物ではないかなと、まあ、本物は全て本物ですけども、これがまあより近い状態じゃないかなと思うわけです。そういった場合どうなるかっていうのをやってみましょう。次は、いろんな取り方ですね、関節の。それいきたいと思います。打撃からすぐ関節に持っていく、これもシューティングです。関節というのはですね、決まれば完全に決まって逃げられないものです。絶対逃げられません。ロープに行けるだとかそういうこともまず 100% ありえません。これが神経勝負です、本当のね。なんで本当の神経勝負と言わなくちゃいけないかと私は思うんですけども、誰か私の関節技をかかってみたいという人が言いましたら、どうぞご遠慮なく、誰かどうぞ。じゃあ何行きましょうかね。シューティングは一応反省ですけども、首行きましょう。これもちょっとしかやりませんから、あまり秘密の技ですからちょっとしかやりませんからね。プロックヘッドシダースというやつですけども、相手を起こした場合に、こう取ります。このまま首を切ります。見ててくださいよ。ごめんなさい、ごめんね、デモンストレーションかな。いい感じしますね。シューティングやりたいと待ってます。いつか私もリングに立つことはあるかもしれません。だけども今とにかくシューティングの中で
本物の、しかも最高峰のものを目指して作っています。これからも選手のご声援よろしくお願いいたします。ご覧ください。今日もお疲れ様でした。すごいですね。初めてあのシューティングっていうものを生で見させていただいたんですけれども、すごい迫力でもうすごいあの興奮してしまったんですけれども、あのところでですね、あの佐山さんはシューティングっていうのをね、どうしてあの始められたのかということで、その動機をちょっとお聞きしたいんですが。動機はですね、とにかく最初はね、あの一番強いものを男だったらねやりたいでしょ。それで一番強いものを目指したんですけども、まあそのやっていくうちにあのルールだとかそういうのありまして、日本のね相撲とかボクシングとか野球とかメジャースポーツがあるでしょ。ああいうように変われるようになスポーツにしていきたいなと考えたのが動機です。まあ、今まであの佐山さんというのは知ってらっしゃる方というのはね、タイガーマスクということで皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ1年間公の場所で試合だとかなさらなくてベールに隠されてた部分というのがあるんですけれども、どうして1年間そういった中でベールに隠されてきたのか、それをちょっとお聞きしたいです。この中の来てくださっている方というのはほとんどなぜ僕がタイガーマスクでないのかというのはもうご存知の方ばっかりなんですけれども、あのこの1年間というのはあの私がタイガーマスク買った時からの改革期なんですね。どうしてもプロレス半分やってるような人間がいたりとかそういうのがあって、なんかジム内が半分工業世界みたいになったんですね。だからそうじゃなくて本物のスポーツをとにかく厳しい練習でやっていけるような精神に持っていくというために内緒で、第4クール第5クールを、公開試合抜きで、やってたわけです。まあ、プロレスとかボクシングとかあのリングっていうのは四角形なんですけれども、シューティングに関してはちょっと見てみると八角形ということなんですが、それに関しての理由とか何かありますか？ボクシングになります。あのコーナーでまたそのコーナーで詰まってこのファイトするならこれまたスリリングで非常にいいんですけども、シューティングのこれ円形をイメージしまして、円形だと逃げやすいですし、もっと動きやすいし、それから場外に寝技が場外で寝技ができるという、それも意識しました。じゃあ、 あの最後になりましたけれども、今後の展望をちょっとお聞かせください。今後でも11月もう一回今度7クールをやる予定です。でもう少しまだレベルアップしてきます。それから来年の2月にプレーの、選手権ですね、あのシューティングの各階級のチャンピオンを決める選手権をやって、来年の4月、プロとして、シューティングは上がります。どうもありがとうございました。じゃあ今後はね、ファンの方々にシューティングを通じて迫力と感動を与えてください。今日はどうもありがとうございました。皆さん拍手お願いします。ナイスタックル。腕の関節を今から戻します。キャッチ、キャッチ、首締めです。20秒間延長です。よし、ローカー、よし、ハイポイント、セミファイナルです。ミドル級の選手です。74キロ級です。ミドルポイント、一本、スリーパーフォールの日本勝ちです。セクショナルの勝ちです。
おお、もらった。かくして第3クール公開試合以来1年間のベールに包まれていたシューティングは佐山自ら表して言う7割出来の姿を現した。佐山が属していた業界との相違から本格的シューティングが行われるようになって2年としては予想以上の反響であったと言える。しかし佐山の目指すものはシューティングを野球や相撲などの競技と同等のスポーツに作り上げることであり、そしてさらには日本を代表するスポーツとまで言われるにふさわしいものにすることである。そのために今何をなすべきかを選手自らが己に問い、精神を磨き肉体を鍛える中でその答えを見つけ出そうとする努力が続けられなければならない。佐山もまたしかり、この壮大なるテーマに永遠に挑戦し続けるであろう。佐山は戦いには人の道があり、正しい人の道を治める格闘技としてシューティングを戦いを治めるとし、シュートと名付けた。この命名は深淵であり不滅である。フェイサー